ビッキー・コーシャルはインドのボリウッドで活動する俳優。ナショナルフィルムアード及びフィルムフェア賞受賞者であり、2019年にはホーブスセレブリティ100に選ばれている。1988年5月16日、ボリウッドでスタントマンアクション監督として活動するシャーム・コーシャルの息子としてムンバイのチャウルで生まれる。弟のサニー・コーシャルも俳優として活動している。 コーシャルケはパンジャーブ人一家である。ビッキーは幼少期の自分について勉強とクリケット、そして映画が好きな普通の子供だったと語っている。父シャームは息子を安定したキャリアの道に進ませようと考え、ビッキーをラジーブガンディ工科大学に進学させ、電子工学と電気通信の学位を取得させた。しかし、ビッキーは就職活動中に、 企業訪問を繰り返す中で、オフィスワークに不向きであることに気づき、映画業界に進むことを決めた。彼は簡易なエンジニアの仕事を引き受ける傍ら、父に同行して撮影現場に足を運ぶようになった。また、希少ナミットカプールの下で演技を学び、アヌラーグ・カシャップのギャングス・オブ・ア・セパーには、助監督として参加している。ビッキーは、アヌラーグ・カシャップを師匠と呼び慕っている。 生徒氏とその間にあるもののイベントに出席するビッキー・コーシャルとシューエタ・トリパティ2012年に学ぶカウルの舞台演劇ラル・ペンシルで俳優デビューした同年にアヌラーグ・カシャップがプロデュースしたラブ・シャビテ・イチ・キンカーナで映画デビューし続けてギーク・アウト・ボン・ベイ・ベルベットに出演した2015年にニーラ・ジゲイワンの生徒氏とその間にあるもので 初めて主要キャストに起用された。ビッキーとニーラジク A1 の二人はギャングス・オブ・ア・セパーで助監督を務めており、ビッキーはラージク・マール・ラーオが交番したことで映画に起用された。ビッキーは役作りのため舞台となったバーラーナ・シーに滞在して、現地の人々のマニエリスムを研究した。同作は第68回カンヌ国際映画祭のある支店部門で上映され、 カンヌ国際映画祭、フィプリス賞を受賞した。また、批評家からも絶賛され、ニューヨークタイムズは、インド映画におけるリアリズム要素増加の例として、同作を批評している。ハフポストのニキル・タネジャは、ビッキーの演技について、涙を誘い、記憶の残る演技、ザ・ヒンドゥーのアヌージクマールは、彼は、劣等感とカーストの大釜をぶち壊す姿を巧みに、演じたと批評している。 ビッキーは、生都市と死と、その間にあるもので、国際インド映画アカデミー賞、最優秀新人男優賞とスタースクリーンアワード、最優秀新人男優賞を受賞し、アジアフィルムアワード最優秀新人俳優賞など、多くの映画賞にノミネートされた。2015年の不山国際映画祭では、生都市と死と、その間にあるものの前に、ビッキーが出演していた、ズバーンが上映された。 ビッキーは父の死後に、喫音症に悩まされる男を演じ、役作りのために、喫音症と言語両方詞と交流し、実生活でも意図的に喫音になるような発声を心がけた。彼の演技について、バラエティ師のジャスティン・チャンは、カリスマ的で自然に魅力的な演技ができる才能と、称賛している。2016年には、アヌラーグ・カシャップのデビル・デビルに出演し、 ナワーズ・ディーン・シッティ・キー演じる殺人鬼、ラマン・ラーガブを追い詰める捜査官役を演じた。この役柄は、ビッキーの性格と共通点がなかったため、彼は、役作りのためいつ日肝心との接触を断ち脚本を読み続けた。批評家、アッセム・チャブラは rediff.com に、批評を寄稿し、デビル・デビルに大きな驚きがあるとすれば、それは、 ビッキー・コーシャルをスターダムに押し上げた演技力だろうと称賛している。ビッキーはズバーン、デビル・デビルで高い評価を得たが、両作とも工業的には失敗作と位置づけられている。デビル・デビルのイベントに出席するビッキー・コーシャルとソビタ・ドゥリパラ・ビッキーのキャリアは2018年に飛躍的に向上した。2月に出演した平方メートルの恋は インド初のネットフリックスオリジナル映画であり、ビッキーは主演を務めた。ファーストポストのシュウエータ・ラーマクリシュナンは、ビッキーとアンギラ・ダールの掛け合いを映画のハイライトと評価している。5月には、コーリング・セマットを原作とした、メグナ・グルザールの同イで、アーリア・バットと共演した。同作は、 第三次インパ戦争の実話を題材とし、情報活動のため、ハキスタン軍将校に嫁いだ、インド人女性を描いている。ビッキーは、物語の中にある人間性に魅力を感じ、キャラクターの弱さと権威の両方を表現することに、努めた。同作は女性を、主人公としたボリウッド映画として、最も興行的な成功を収めた映画の一つとなり、 デイリーニュースアナライスのミーナイ・アールは、ビッキーの演技を高く評価している。6月には、ネットフリックスオリジナル映画、母上のアンソロジーに出演した。同作は、女性のセクシュアリティを題材にしたアンソロジー映画であり、ビッキーは、カラン・ジョー・ハルが手掛けた短編で、キアラ・アドバニと共演している。2018年の出演作品で、最も的に成功したのは、 サンジャイダットの反省を描いたラージクマールヒラーニのサンジュ・サンジュであり、ビッキーはランビール・カプール演じるサンジャイダットの友人カムレーシュ役を演じた。この役はサンジャイダットの実在する複数の友人を一人にまとめた架空のキャラクターである。彼は役作りのためサンジャイダットの友人パレーシュ・ゲラニと交流してインスピレーションを得ている。ビッキーの演技について ザ・タイムズ・オブ・インディアのラチットグプタは、この映画で最高の演技の一つ、インディア・トゥデイのサムルディ・ゴーシュは、ランビールに引けを取らない演技であり、面白いシーンだけではなく、感情的なシーンでも、進化を発揮していると評価している。同意と、サンジュ・サンジュは、共に工業的な成功を収め、サンジュ・サンジュは、工業収入58億ルピーを記録し、2018年、 ボリウッド映画工業成績第1位及びインド映画歴代工業成績第8位にランクインしている。また、ビッキーは33時でフィルムフェア賞最優秀女演団優勝を受賞している。9月には男女の三角関係を描いたアヌラグ・カシャップのマンマージーンでアビシェイク・バッチャン、タープシー・パンヌと共演した。アヌパマ・チョープラーは ビッキーが悲哀と欲望を表現するために沈黙をうまく活用していた点を評価している。URI サージカルストライクでナショナルフィルムアワード最優秀主演男優賞を受賞するビッキーコーシャル2019年には2016年売り襲撃事件を題材にしたアディティアダールの URI サージカルストライクで主演を務めた。ビッキーは 役作りのためにケトジェニックダイエットを実践して筋肉を増量し、さらに5ヶ月間軍事訓練と総合格闘技の訓練を受けた。彼はアクションシークエンスの撮影中に腕を負傷している。ミント氏のウダイバティアはビッキーを魅力的でストイックな主演俳優と評価したが、彼のキャラクターに深みが与えられていなかった点を批判した。ラジーブ・マサンドは 映画のジンゴイズムと過剰演出を批判したが、ビッキーの演技については高く評価している。同作は、工業収入35億ルピーを記録し、当時のボリウッド映画歴代国内工業成績第10位にランクインしており、ビッキーはナショナルフィルムアワード最優秀主演団優勝を受賞、フィルムフェア賞最優秀主演団優勝にノミネートされた。2020年にバーヌ・プラタップシンの グフット、パート1、ザ・ホーンテッド・シップで主演を務め、アクションシークエンスの撮影中に頬骨を骨折している。ニューデリーテレビジョンのサイバル・チャテルジーは、映画を恐ろしいほどの失敗作と酷評したが、ビッキーの演技については真剣に取り組んでいったと評価している。2018年にザ・タイムズ・オブ・インディアが選ぶ、最も好かれる、インド人男性、フォーブス・インディアが選ぶ、 フォーブスが選ぶ30歳未満の30人に選出された。2019年にはフォーブスセレブリティ100で第72位にランクインしている。ビッキーは、ハベールズインディア、リライアンスインダストリーズ、オッポなどのブランドエンドサーを務めており、各企業からそれぞれ2000万から3000万ルーピーを報酬として受け取っている。2020年に新型コロナウイルス感染症への 対策を支援するため、マハーラーシュトラ州首相が開設した救済基金、p m k a r ファンド1 0 0 0万ルーピーを寄付した。ビッキー・コーシャル。ありがとうございます。